セブン&アイ・ホールディングスが明日付で傘下のそごう・西武をアメリカの投資ファンドに売却することを決めました。そしてそごう広島店では新館がまもなくその営業を終えます。今の様子を金丸記者が伝えます。金丸さん。はい、そごう広島店新館の前からお伝えします。閉店時間まであと1時間余りとなりましたが、今も最後に一目売り場を見ておこうと訪れる人が後を絶ちません。先ほど開店当初からこの新館で働いているお店の方にお話を伺ったんですが、新館とともに来たような思いですと寂しさをかみしめていました。お客にとっても店員にとっても思い出の詰まったそごう広島店新館、営業時間は午後7時30分までです。まもなく29年余りの歴史に幕を閉じます。中継でお伝えしました。その新館が本館開館の20年後に営業を始めてから29年余りです。今日までの動きを振り返ります。午前10時、最後の営業日を迎えたそごう広島店の新館には多くの買い物客が訪れていました。寂しいね。あのブランドも買ったりしょったよ。たくさんいろんなものをね、思い出がある。そうですね、そごうが最終日ということでちょっとやっぱり思い出深いので見に来てみました。そごうの最後の姿をちょっとカメラに写しておこうかなと思って。新刊だから後からできたのに先になくなっちゃうっていうのはちょっと寂しいですよね。なんかできれば大きい百貨店としてずっとねあり続けてほしいなとは思いますけど。新館は本館開店20周年となる1994年に営業を開始。神谷町一帯を代表するデパートとして多くの買い物客でにぎわってきました。しかし建物の賃借契約の満了を前に営業終了を決定。先週から売り尽くしセールを開催し、数量限定の商品などを求める多くの人が訪れました。そごう広島店は新館にある一部の売り場を改装を進める本館に移します。紳士用品を子ども服と同じフロアにするなど、家族で一緒に買い物しやすい売り場を目指すとしており、改装は2025年春まで続きます。一つの館にまとめることでより求めやすい、探しやすい売り場っていうのができると思うので、今までよりも短い時間でのお買い物の時に、一貫体制というのは役に立っていくかなと思います。新館が入居するビルを所有する NTT 都市開発は、周辺の施設と連携し集客を見込める商業施設に改装するとしています。具体的には年内に新たな活用方法の方向性を示し、2025年度中の開業を目指します。一方、親会社のセブン&アイホールディングスはそごう・西武を投資ファンドに売却することを決定。反発した労働組合はストライキに入り、東京の西武池袋本店が臨時休業しましたが、広島を含む他の店舗は通常営業しています。営業最終日を迎えたそごう広島店の新館に残された時間は1時間余り。まもなく29年余りの歴史に幕を下ろします。また一つ歴史が変わりますね。そうですね、私も本当に若い頃からよく通わせてもらって、社会人になって最初のスーツを買ったし、はい、子供の入学式に出る時の服も買ったし、あと友達の結婚式に着ていくワンピースもここで買ったなとか、本当にいろいろ蘇ってきました。だから先ほど金丸記者の中継でも、そのお客さんにとっても店員さんにとってもこう思いがあるという、そういう思い出もそうですし、店員の方々にとってはその百貨店であるという誇りのようなものもあったと思うんですよね。はい、そごうの新館があと1時間余りですか、29年余りの歴史に幕を下ろすということになります。